久保さん、いい名言を見つけました。ナポレオンっすね。真に恐れるべきは、有能な敵ではなく、無能な味方であると。真に恐れるべきは、有能な敵ではなく、無能な味方である。これはね、痺れますね。<laughs> まあちょっと上司の話が出てたんで、まあ会社のことを思い出したんですけど、で無能って言うとね、あれですけども、 ね、ちょっともうまあまあまあいいかなとは思うんですけどまあ僕も有能だったのかって言われるとね有能ではなかったとは思いますけどただ少なくてもあの従業員よりか売上は作って他の人よりか売上は作って会社には貢献したとは思うんでうんこれはねしびれますね無能な見方である うん、そうまあでもそれを採用したのは自分の責任ですし、うん、何,何とも言えないんですけど、ね、それを採,採,採用した自分が無能であるっていうねもはや無能の無限レースーですね <laughs> 無能を採用したお前が無能だよみたいなねその通りですみたいな。 こ僕はまあいろいろ経験して思うことがやっぱ一人で行くってことですよね一、うん、人で勝負するっていうのが一番、あのー、いいと思います、ねうん、手持ち手持ちのカードだけでいいんで他の人が持ってるカード手札を気にする必要ないので 自分の手持ちのカードだけ勝負でしていく。もしくは自分の手持ちのカードを広げていくとかね、えー。強くしていくってことをすればいいだけなんで。そう。まあ、久保さんも、その、ね、3年で1億、うー、ネットでね、こう、稼いだわけなんだけども、じゃあ、その、従業員いたのかと。いないですよね。<laughs> 久保さんが一人でホワイトボードで喋ってて、あの、そっか塾の久保ですってって、ホワイトボードでね。まあ、僕も、 このパートナーもホワイトボードですね。このホワイトボードあればね、いくらでも金作れるんじゃないかなっていう <laughs>。いや、マジホワイトボード神ですね。ホワイトボード、だこれ6000円ぐらいですけど、楽天で買ったんですけどね、これは。そう。だからね、YouTube 大学の中田,中田さんだったかなこの。これが僕の人生を変えましたみたいな。これも <laughs>、なんかその、なんかの撮影で、その、撮影ルームの取材で、 これが僕の人生を変えたあれです。ホワイトボードみたいな <laughs> <う>。<laughs> これもめちゃめちゃ使えますよ <laughs>。めちゃくちゃ使える。ほんとこの白地のね、ただの白地のなんか、あのも、ものなんですけど、ここに何を描くかで何かが伝わるんで <laughs>、うん。 まあこれはね、まああのー、会社を経営してじ従業員に恵ま,れない恵まれなかったっていうのも言葉があれかもしれないですけども、うん、吉谷さんが帰れないから僕たちが帰れないんですよって言われましたからね。でも帰らすことができない自分も無能であるっていうことも一理あるので、うん。まあいろいろ経験して、まあ一人が本当おすすめだと思います。まあ最近ね、この、そうそう、これも,もらったんですけども、 あのシステムを開発してる2年前にあの僕の商品買ってくれた社長さんがいるんですよ。なんで僕の商品買ってくれたみたいな社長がね。あんまり僕のお客さんで社長さんいないんですけど。で、ここなんかまた最近なんか僕の動画をふらっと見たみたいで、なんか誕生日だっていうことを知って。で、なんかあのー、粗品送りますって送ってもらってビールもらったんですけど。で、その方が、あのー、なんだ、吉田さんと。 あの従業員全部解散して今一人でやってますとめちゃめちゃいいっすみたいなで今度東京のクソ高い東京にいるらしいんですけど東京のクソ高いねあの固定費バカらしいんで福岡行きますっつってねなんか今度福岡行くみたいですけどすごくあの,あのなんだうん解放された感じのメッセージが届きましたけどね まあでもそれはね、まあ久保さんもわかると思いますけど、苦しいですからね、やっぱ。ほんといろいろとね、呪縛ですよ。うん。でも一人でやれる理由もあって、一人でやれる、うーん、下積みっていうのはやっぱ必要なんですよね。いきなり一人でやり続けられるっていう人も少ないだろうから、まあいろんな下積みがあったから、僕は今一人でできる。一人は楽なんだけども、一人でできるまで、 下積みは辛いこともあるよって話ですね。うん。でもまあ一人がやっぱ一番いいっすね。気楽だし。うん。まあ何にしろやっぱお金の面ですよね。やっぱそのお金の面は、やっぱなんだ。自分だけだと自分だけ稼げばいいわけじゃないですか。従業員がいると従業員のやっぱ生活がかかってるので、まあそれがやっぱ責任あるしね。 うん、従業員の給料分もじ稼がないといけないわけですよ。それがねやっぱ重みでしたよね。うん、だって従業員が売り上げ作れなかったら誰が売り上げ作ってくんのって話で自分しかいないですよねやる人は。うん、そう今はね自分がやって自分のやった分だけ食える分だけ稼げばいいんで。 本当に負担は減りましたね、精神的な負担が。まあ今もね、責任だったりとか、そのん、なんか思うことはあるんですけど、やっぱ昔の経験をしてるので、昔のその重み、責任だったり、重圧だったりとか、まあ会社のトップからの売り上げのこの圧力と、まあ従業員を何とかしないといけないっていう、このサンドイッチ状態ですよね。この重圧に比べると、今はね、本当に、 ありがたくて楽なんで、本当僕は一人がおすすめですね。ただ一人でやるためには、自分の力量つけていかないと、まあ、続けるのは難しいでしょうね。うん。いってらっしゃい。